はい、どうもキョペちゃんです。今回は久しぶりにトップオブバスターズをやっていきたいと思います。使う妖怪はエンマ大王、アタッカーバージョンですね。これでちょっとトップオブバスターズをやっていきたいなと。回避がないんでね、どういう風に立ち回るかまだ決めてないんですけど、まあ、今回ね、エンマ玉を入れてきました。まあ、なんでかというとね、エンマ大王回避がないんで、そうなるとね、ずっと張り付いてもられないんで、まあ、ちょっと離れたとこからね攻撃するとき用にエンマ玉ですね。装備に関してはお肉だけ点と、クユニャンの方をつけてます。まあ、クリティカルが出やすくなるっていうやつだね。まあ、これで、グレート化もうまく使いながらできれば金をね目指したい。確か5分以内だったと思うんだけど、まあ、エンマ大王一体じゃちょっと金厳しいかな、どうだろう。危ない危ない危ない、よしよしよし、ミサイル来た。ミサイルの時にエンマ玉を使うっていうね、もう無駄のないようにやっていきたいと思います。よしよし、チャンス最後取って、よっしゃグレートか、もうチャンスですね。よしよし、もう少しで必殺もたまる。よっしゃ、たまった、いけ、よいしょ、オッケーオッケー、クリティカルで5000。いや強えなマジで危ない、よし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 。さあロボには28号さえ倒してしまえばこっちのもんですね。オッケー、背後ミサイル、危ない危ない、こういう時のためにエンマ玉、オッケー28号倒した、あとは3000だけですね。危ない、さあ3000だけになればかなり安定すると思う。エンマ大王オッケー、グレートか、グレートかするとマジ強えわ。あーよし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 、ガンガン体力削ってく。おお、切磋また行け、よいしょ、どこに売ってんねんまあいいか、いや2000ちょい多分無駄したな。危ねえ、よしよしよし、さあミサイルの時はエマ玉、どこ行った、いた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 、よしよしよし、ミサイルオッケー、背後、さあもうちょいだね、あと3分の1か、いやーチャンス、邪魔だなベーゴマ、おー熱い、さあミサイル、あとちょっとだ、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、さあロボニャン2体は3分23秒。さあここで火の神を1分37秒以内に倒せば金ですね。いけんのかこれ、さあやってこう火の神さあまずね必殺貯めたい、おし貯めた、さあ変なの出てくるなよ、山吹とかマジ勘弁してくれよ、よしよしよし、グレートか、オッケーノーマルチャンスだね。さあ金まであと1分切った、あと1分、さあ日野神の体力は残り半分、ここでバリア、マジか、早く割ってくれ、時間が、俺の金の時間が、早く割れ、さああと一発、あと一発でバリアが割れる、よっしゃいけいけ、残り30秒、いややばいやばいやばい、時間がやばいマジで、うわこの声はエリート、うわお前かよ、時間がないんだって、あー残りグレートか、一か八か行くしかない、
いけ、よいしょー、うわーすげえ。いや、これいった、これ5分切ったでしょ多分。いや、奇跡が起きた、やばい。いや、これ多分5分切ったはず。すげえ、あそこでクリティカルとかマジ奇跡だよね。頼む、5分切ってろ。うわー来た、4分53秒、53秒、3秒って言ってしまったよ。いやー、やべえ、エンマ大王で金メダルゲットしましたということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。キョウペイちゃんでした。